ホンダはもう NSX 一択です。 NSX、 はい、僕はまだお金がない頃に一番最初に新古車っていうんですか、はい、その僕の知り合いの車屋さんから、オートマで買って、それが最初に乗った NSX です。唐沢さんがこの新型アコードのハンドル握るとしたら、どんな場所にドライブに行きたいと思いますか？僕はこれ間違いなくロングドライブじゃないですか、どこまででもね。まあそうですよね、はい、結構日頃から遠くに行かれるでしょうか？それこそね、鈴鹿サーキットとかも行けますから。なかなかの距離ですね。あの辺までは自分で運転してきますよ。こんな豪華なあのものはついてませんけどね。だから日本中行けますよ、あの泊まりながらね。あ、いいですね、うん、点々としながら。そうそう、点々としながらね、楽しみがありますね。うちの夫婦もたまにやりますけど、はい、車はすごく大事、必需品ですね。車を選ぶ上で大事にしていることってどんなところですか？まあ、第一にデザインじゃないですか、はい、デザイン大事ですよね、はい、あとはもうなんかそんなにものすごい便利な機能がいっぱい入ってなくても、はい、もうエアコンなくても平気ですから僕は。